はい、どうもでございます。もう早いもんでね、12月31日、今年2021年もね、今日をもって終わってしまうわけなんですけども、年越しそばはね、ちょっといただきたいと思います。まあ、例年で言うとっていうか、まあ、昔からね、小さい頃からなんだけど、まあ、実家なんかにいる時はね、もう3時ぐらいからこう、親がごちそうを用意してくれて、もう3時ぐらいからね、もういろいろこう食べてる感じで、まあ、10時とか11時とかもう年越すなぐらいになって、緑のたぬきを食べるっていうのが我が家で一番多いね、年越しの過ごし方だったりするんですけど、でそれを引き継いでてね、まあもうずっとね、まあ、一人暮らし始めてからも、まあ、夜ご飯食べてからもう年越すまたぐぐらいの時にね、お蕎麦食べたりしてきたんだけど、もう今日はね、早めに、食べます。まだね、今2時3時ぐらいかな、なんですけど、まあ、早めのね年越しそばを食べて、夜ご飯はのんびりねちょっと食べていこうかなと、そういうふうに思っております。あと1分ぐらいか。しかしね、本当あっという間だったなぁ。結局ね、今年もコロナ禍でなかなか思うようにね、過ごすことはできなかったわけですけど、まあ一応それなりにね、健康に過ごせて、健康に過ごせてっていうとちょっといろいろあるけども、まあそれなりには楽しく一年をね、過ごすことはできました。しっかりね、楽しみなクリスマスも迎えることができて、で、なんとかね、今年も年を越すことができそうなんでね。まあそういった意味では良かったなってところとね、まあプライベートに関してはね、まあやっぱりおうち時間が増えたんでね、ちょっとね、動画を撮る頻度がちょっと上がってしまってね、後半なんかはちょっとどんどん動画を出すような感じにはなっちゃったんですけど、まあ、そういったね、親父の趣味にも付き合っていただけてね、まあ、まあ、毎年言うんですけどね、チャンネル登録してくれてる方、もちろんそうですしね、動画を見てくれる方、高評価等ね、評価をくださる方とね、まあ、本当にね、恵まれてる一年だなと思いました。大したね、動画でもないのにね、それをね、やっぱりね、見てくれて、で、いろいろね、こう、お話をしてくれたりっていうのはね、とても嬉しかったです、本当に。ちょっと今年はね、贅沢に、エビ天をね、結構前なんですけど、買って、冷凍にしてたのを今、レンチンしてきました。またね、もう一年、まあ来年のこと言ってもあれですけど、まあ、無難に過ごせてね、またクリス、大好きなクリスマス、そして、年をね、超えるような生き方ができればいいかなと思っております。ちょっとサムネをちょっと撮っとこうか。はい、ってことでね、いただきたいと思います。本当にね、皆様ありがとうございました。今年一年ね、また来年もよろしくお願いします。それではね、年越しそば、いただいていこうと思います。いただきます。美味しい。やっぱ寒いからね、より美味しいね。結局どん兵衛になりました。まあ、今年はでも、まあ、季節の変わり目にね、体調を崩すっていうのは毎年のことなんですけど、まあそれなりに、
楽しくやってくれたかな。エビ入ってると入ってないと違うね。うん、アメイジング。しっかり衣がね、お出汁を吸って七味を入れていこう。どうでしたか皆さんは。今年一年まあ大変だったと思うけど、でもクリスマスもあっという間だったな。11月から飾り付けやって楽しんできたはずだけど、やっぱりお仕事とかね、いろいろあるんじゃ。なんかあっという間だった気がする。しかもクリスマス終わってからなんてもっとあっという間だよね。もう1週間足らずで年越しだからな。うん、もうお休み入ってる方も大半だと思うけど、冬休みはみんな何をやってるのかしら。天ぷら久しぶりだな。やっぱまあ特別何もなく過ぎればいいかなと思う。もちろん楽しい一年にはなってほしいけど、健康で。そんなに贅沢はできなくても。また今年みたいにね、自分の動画だけじゃなくて他の方の動画とかでもね、仲良くしていただいている方と、楽しく過ごせればいいかな。ことでね、こっち向きがいいか。はい、本当にね、今年1年皆様お付き合いいただきありがとうございました。うん、まだね、来年がどうなっていくかっていうのはもちろん誰にもわからないことなんですけども、
まあ、とにかくね、皆さん健康に楽しく過ごせたらいいなと、そういうふうに願っております。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。今年もありがとうございました。また来年よろしくお願いします。それではまた、良いお年を。